こんにちは、瀬戸内ラボです。今日は岡山県津山市の寒原神社に行ってきたいと思います。今もちょっとこっちに鳥居が見えてるんですけど、ここの階段がていくと神社にたどり着くそうなんですが、かなり強力なパワースポットということで、まず神様に呼ばれないとたどり着けないと呼ばれている神社になります。ではちょっと歩きながら寒原神社についてお話ししていきたいと思います。寒原神社は大阪に寒原神社って有名な神社があると思うんですけど、まあ、指輪型のお守りをいただけるということで有名な神社が寒原神社、その元になったのが、津山市の寒原神社だそうです。こちらその指輪型の守りっていうのは、ないんですけど、もともとこちらが、まあ、主で、大阪の寒原神社ができたそうです。ちょっとまた階段登るので、まあ、階段の登り口には杖があるので、ちょっと私は体力に自信がないので使わせていただこうと思うんですが、寒原神社にお祭りされている神様っていうのが、増加三神というお三方の神様らしいんですけど、まず私たちがイメージする日本を作った大元の神様のイメージ、古くからの神様のイメージだと、イザナギの御事だったり、イザナミの御事だったり、あとアマテラス大御神だったりなんですけど、その神様をも作った本当に一番最初の神様を祀られている神社だそうです。ちょっとね、息切れがしますけど、駐車場からはねほとんど歩かなくていいので、階段だけ頑張りましょう。もうちょっとです。ここで階段終わりかな。これでもちょっと杖持っててよかったな。結構思ったよりも石の階段は高さもあるし、結構足腰に来ると思うので杖使ってください。ぜひ。よいしょ、到着です。お、ついに寒原神社ですね。すごい難しい字、見たことない字を書きますけど、まあ、さっき少しお伝えしたこの増加三神っていう神様ですね、こちらが祀られている、すごく本当にパワーのある神社だそうです。ちなみになんか呼ばれてないと来れない、たどり着けないっていうのが、呼ばれてないと迷っちゃったり、まあ、ちょっと事故にあって来れなかったりっていうことがあるそうなので、私たち今日はちゃんと呼ばれてたどり着いたということなので、自信を持ってお参りしていきたいと思います。行きましょう。お次は展望台に来ました。ちょっとね、ここに今滑り台みたいな形の階段があるんですけど、この上に立つとすごく絶景が見られるそうです。結構ね、作りが見ると高所恐怖症の方にはちょっと怖いかなと思うんですけど、せっかくなのでね、展望台も上まで上がってみようと思います。おお、高い、すごい、めちゃくちゃ絶景ですね。本当に綺麗。お天気もいいし、
緑がめちゃくちゃ綺麗ですね。展望台に、行ってきたんですけど、降りてきてそのまままっすぐ進むと今右手にすごく大きな木が見えると思います。これはね、かなり不思議な現象とかを起こすと言われている御神木だそうです。まあ、ちょっとこう触れたりすると何か感じる方もいるそうなので、ちょっと触ってみようかなと思います。おー、高い。めちゃくちゃ気持ちいい。すごいね、本当に神社行ったらいつも思うけど、特に本当に、パワースポットって聞いてるからっていうのももちろんあるのかもしれないけど、すごく神聖に感じますね、空気が。開けた場所に出ました。ここに岩があるのが目印になると思うんですけど、その向こうにチェーンが張ってあると思います。こちらはちょっと階段があるんですけど、石段が崩落してたりするので上に上がることはできないんですが、ここはこう下からパワーをいただくっていう場所だそうなので、この下から参拝するのが正しいそうです。こちらでもお参りしたいと思います。これで全て参拝が終わりました。神社はお願い事をするところではないっていうのを聞いて、私ちょっとそれを参拝の時は大事にしてるんですけど、自分の欲のお願い事ではなく、祈りを捧げる場所だよっていうのを聞いたことがあります。なので周りの幸せだったりとか自分を取り囲む環境が良くなりますように、それが自分に返ってきて、自分も幸せになれるっていうような形でお祈りをするといいそうです。皆さんもぜひサムハラ神社に参拝に来てみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。